武装闘争はスタンバイすることだという風景が今世界の風景として我々の前に広がっている。スタンバイするとは今手にすることができる武器を開発し武装待機することだと抑圧されたパレスチナ人民から学ぶことができる。